熊谷氏ゆかりの熊谷次郎直実は、今からおよそ800年前の鎌倉時代に源頼朝に仕えて数々の手柄を立てた人です。そして直実は手柄を立てる度ごとに頼朝公よりこのように感謝状を授与されました。源頼朝は直実の勇ましい戦いぶりにすっかり感激して源氏の全軍に向かって、直実は日本一の豪の者じゃ、豪遊無双の熊谷次郎直実よと大きな声で褒めたたえました。寿永3年1184年2月7日一ノ谷の戦いがあり、直実はこの時源義経に従いました。義経は一ノ谷の後ろの山、日踊り越えの山の上にやってきました。山の上から下を見下ろすと、海岸沿いの広い原には赤旗がたくさん立っていて、平家の軍馬がひしめいています。義経はこの急な斜面を馬に乗っており、一斉に平家の軍に攻めかかりました。まさか山の上から敵の攻めてくるとは思ってもいなかった平家軍は大混乱となりました。そして平家軍は我先にと浜辺の軍船へ乗り込み逃れていきます。海岸べりを走ってきた熊谷直実は、今日も大きな手柄立てたいもんだなと思いながら馬を走らせました。すると一騎の武者が逃げ遅れ、馬を海中に乗り入れて船に追いつこうとしておりました。これを見た直実は大きな声を張り上げて、返したまえ返したまえ、敵に後ろを見せるは卑怯ぞ、戻って尋常に勝負せと手にした扇を打ち振り呼び返しました。若武者は直実の大声を聞いて、おーっと大きな声を上げて振り向き、陸を目指して勇敢に戻ってきました。そして直実と若武者の激しい戦いが始まりました。えい、おう、いや、若武者も負けずに戦い、二人の掛け声が波の音に響き返います。馬と馬がすれ違った瞬間、直実と若武者は馬上でムンズと組み合い、そのまま二人はどっと浜辺の砂の上に落ちました。直実はたちまち若武者を組み伏せてしまいました。直実が顔をよく見ると、我が子の直家と同じ年頃の少年ではありませんか。拙者は源氏の熊谷次郎直実と申す者、何時の名を申されよ。直実は助けてあげたいと名前を聞きましたが、後でわかるから早く首を打てと言う。直実がふと後ろを振り向くと、
味方の軍勢が30機ほど浜辺を駆けてくるではありませんか。直実がもうこの少年を自分が助けてあげても味方の軍勢に殺されてしまうと思いました。直実は何時早助かる術もなしと山なく目を閉じ震える刀でえいっと少年の首を打ち落としました。直実の目には涙が光っていました。直実が遺体のそばをふと見ると一本の横笛が置いてあるのに気づき拾い上げました。さては戦場で笛の音を聞いたがこの少年が吹いていたのだろうか。直実はその美しい心音に思わず胸が詰まりました。直実の耳に少年の吹く美しい笛の音が聞こえてくるように思われました。ああ悲しいかな。武士に生まれたことは弓矢を取る身でなければこのようなことはないものを、手柄を立てるのはなんと情けないことだと直実はこの時しみじみ思いました。直実は義経のもとへ少年の首と笛を届けました。それを見た義経は、おお、これは笛の名手と聞こえた平の敦盛の首だ。熊谷殿、お手柄じゃのう、あっぱれだ、と褒めたたいました。でも、それを聞いた直実の心は少しも晴れませんでした。直実は心の優しい敦盛を打ったことに、戦の無情を強く感じ、敦盛の首と遺品の笛を添えて寿永3年1184年2月8日付、敦盛の父平経盛にお詫びの書状を丁寧にしたためて送りました。これを熊谷の送り状と申します。末っ子の敦盛のことを心配していた敦盛の父親平経盛は首や遺品や書状を受け取り、直実のこの熱い心にすっかり感激しました。ありがたきかな、ありがたきかな、このような武人の手に打たれしと、ポトポトと落ちる涙も拭わずにお礼の返事をしたためました。これを経盛の返し状と申します。これ以後直実の勇ましい姿は見られなくなり、直実の心の苦悩は日ごと深まっていきました。豪遊無双と言われた直実も単なる荒武者ではありませんでした。建久元年1190年2月17日、直実は太陽の敦盛の七回忌にあたって、その菩提を供養するため高野山に入り、熊谷寺という寺を建て、敦盛の霊は厚く弔いました。後に直実は法然上人のもとで出家して、法力坊蓮生という名を賜り、人々に念仏の道を熱心に説いて歩きました。法然上人は蓮生を坂東の阿弥陀仏を坂東の阿弥陀仏をと褒めたたえました。